不動産王ドナルド・トランプ氏が、ついに、次期アメリカ大統領に選ばれ、世界には激震が走った。しかし、前評判では、クリントン氏リードと、多くの主要メディアが伝えていたのだった。この結果に対して、いろいろな評価は下されているが、アメリカと密接な関係のある日本人が、この結果に対して冷静に見ていた。そのことが、海外では注目されていた。では、どうぞ。ドナルド・トランプが大統領になったことを、日本人はどう思ってる？海外の反応。海外、日本人が、想像以上に、米大統領選のことを理解してて驚いたわ。日本人は、ドナルド・トランプが大統領になったことをどう思ってるのか？日本の人たちに、ドナルド・トランプ大統領が誕生したことについて聞いてみた結果、日本人のあまりにも的確すぎるコメントの数々に、アメリカ人も衝撃を受ける。海外の反応。すごいな、日本人の分析能力があまりにも的確で驚いたわ。彼らが、なぜ、ヒラリーが敗北したのかまで、しっかりと分析してて驚愕した。日本人は、アメリカの左翼たちよりも、よっぽど、アメリカの政治を理解してるんだな。アメリカの左翼たちは、教育レベルはそこそこ高いけど、みんなメディアにまんまと洗脳されちまってるからな。なんか、日本の人たちって、みんなしっかりとした教育を受けて、育ってるんだなって感じたわ。私も、日本の人たちが、しっかりとした考え方を持って話してるのに驚いた。私の国の人たちに、同じような質問をしたら、みんなトランプのことを罵しするだけで終わってしまうだろう。日本人は礼儀正しいからな。そういうことはしないんだよ。この動画は非常に興味深かったね。日本もアメリカの大統領選に巻き込まれてたんだなってのがよくわかった。日本人はこの問題のことをかなり熟知してるなって感心したよ。アメリカの大統領選に巻き込まれたのは日本だけじゃないぞ。世界中が巻き込まれてるんだよ。このビデオを見て、日本人はアメリカ人よりもはるかに博識だなって思ったわ。彼らのコメントにはとても考えさせられるものがあった。俺は悲しくなったわ。だって、この動画の日本人のコメントは、そこらの大半のアメリカ人よりも、よっぽどしっかりしてたんだからね。なんで、日本人の方がアメリカの政治にこんなに詳しいんだよ。これら日本人たちは、米大統領選の研究でもしてたのかって思ったほどだわ。しかし、日本人は、トランプのことを人種差別主義者で、不法移民に対して、厳しいスタンスだと思ってるようだけど。でも、日本も、不法移民に対しては、トランプと同じようなポリシーを持った国じゃないのか？日本は、偉大な文化を持った素晴らしい島国だからな。そんな国に、大量の不法移民を招きたなんて、一体誰が思うだろうか？日本は、この地球上のあらゆる国の中で、最も移民政策に対して厳しい態度を示してる国なんだよな。ちなみに、ドナルド・トランプの奥さんも、もともとは外国人移民なんだよな。彼女は、当初は就労ビザを持ってなかったかもしれないが、しかし観光ビザは持ってたはずだ。それを、不法移民と同列に語るのはおかしいよ。安保の問題に関してだけど、日本も独自の軍隊を望んでいるというなら、これはある意味とてもいい機会なのでは？トランプ、アメリカも日本のために大金を投じなくて済むわけだしさ。お互いに万々歳じゃん。自分もそう思うね。アメリカの歴史ってものを分かってないようだな。アメリカが日本の守ってきたのには、ちゃんと理由があるんだよ。まあアメリカが日本を守るために大金を投じたくないというのはわかるよ。でも、だからといって、日本を完全に無防備にさせちゃうのは間違ってるよ。だって、もしそうなったら、日本は軍隊を再結成して、核兵器も配備するかもしれないんだからね。それが、必ずしも、素晴らしいことだとは思えない。ドナルド・トランプは、この問題の複雑さをちゃんと理解してないと思うな。日本が軍隊を再結成するかどうかは日本が決めることだけどね。
どうするかの権利は日本にあるんだからさ。そもそも日本が軍隊を持つことをやめたのはアメリカが広島と長崎に原爆を落としたことによる影響だからな。だから日本を守るのはアメリカの責任なんだよ。歴史を少しは学ぼうな。でもそんなことはもう関係ないよ。だって実際にアメリカの新大統領が日本には自分たちで国を守ってくれと考えてるんだからさ。まあもしアメリカが日本を守らないってなったら、日本には確実に軍隊が必要になるよな。しかし日本は世界最大の借金を抱えてる国家だから、軍隊に大金を投じる余裕はないと思うんだが。ああ確かに日本の借金は膨大だよな。しかしそれでも日本はギリシャやスーダン、ポルトガル、ジャマイカなどの国とは違って、国の経済ははるかに巨大で安定してるけどな。みんな忘れてるようだけど、日本が世界最大の債権国家でもあるんだけどね。もし国の財政がやばくなったら、日本は他国に貸してる莫大な金を回収することも可能なんだよ。まあいずれにしてもドナルド・トランプは日本のことをないがしろにするべきではないよ。日本はとても大切な同盟国なんだからね。かなり厳しい意見もあったが、今後のトランプ氏の言動は日本だけでなく世界にも大きな影響を与えるはずだ。これからのアメリカの選択はかなり厳しいものになっていくはず。しっかりと見守りたいものだ。